このそば。やっと会えたわね、シエロ。元気だった？どうして今まで連絡もよこさなかったんだ。ごめんね、リアちゃん、エリカちゃん。今日も僕のことを心配して来てくれたんだよね。でも今すぐアクセルハーツに戻るのは難しいかも。ちょっと家の問題があって。ねえシエロ、辛い時はお互い様なんだから、水臭いこと言わないで私たちを頼ってちょうだい。そうしたいのは山々なんですが、こんなところを父上に見られたらまた大変なことに。父親が全ての元凶か。悪いけどプロデューサー的には営業妨害だ。場合によっちゃ俺からガツンと言ってやる。そうですわ、私からもガツンと言ってその口に激辛ソースをぶち込んでやりますわ。誰にガツンと言うのだね。どちら様ですか、この筋肉ムキムキの格闘王って感じの人は。シルエルトの父だ。マジで金髪マッチョで歴戦の勇士っぽい出たち、俺の知ってる貴族じゃない。お初にお目にかかります。私はダスティネス・フォード・ララティーナ。急にお尋ねしてしまいお詫び申し上げます。ダスティネス家、それほどの方が何の用ですかね。実はここにいるアクセル・ハーツが急な公演中止の要請に遭い大変困っておりまして。ああ、そのことか。私が要請した。うちの娘の教育上よろしくないと判断したまでのことだ。カズマ、お友達のピンチですわよ。お友達のためにこの男をギッタンギッタンにするべきでは。ギッタンギッタン、ふん、少子、やれるものならやってみるがよい。貴族らしく、ここから先は拳で語ろう。俺の知ってる貴族は拳で語ったりしないけどな。シエロの武術は父親譲りってとこかしら。頭の中まで筋肉でできてそうね。頭の中まで筋肉？今更そんな風におだてたところで許さんぞ。いや全然おだててませんけど。クゾ、我が怒りを収めるためサンドバッグになってもらおうか。父上やめてください。それ以上私の友人に暴言を吐くのであれば私も見過ごせません。そうだシルエルト、その怒りだ。怒りこそがパワーを引き出す。もっと怒れ。怒りによって己の限界を超えるのだ。ダメだこの人、いわゆる脳筋ってやつだ。お前たち、今回は見逃してやろう。だが覚えておけ、うちの教育方針を邪魔する者には死あるのみ。ちょっと待ってくれ、シエロの意志はどうなる。本当にごめん、僕だって踊り子を続けたい。でも踊り子を続けたいならここにいる必要なんてないじゃない。今すぐ私たちと一緒に。それは無理だよ、少なくとも今は。ここで逃げても結局父上の意向でショーはできない。僕が残って父上は何とかするから。そしたら僕抜きでもショーはできるようになるよ。シエロ、このスバ。ああ、筋肉に殺されるかと思った。ガズマさんたら全然ガツンと言わなかったじゃない。まあ予想はしてたけどね。ですが
いくら親だとしてもこれはやりすぎですよ。ああ、同感だ。シエロの未来を自分のものだとでも思っているのだろうか。自分の思うように動けない苦しみは私もよくわかります。シエロには同じ苦しみを味わってほしくありません。ああ、そうですわ。いっそ父親を殺してしまえばいいのでは。なんでしたら私がこの手で。ダメだメル、シエロの家族に向かって殺すだなんて。どうしてですの？障害は排除すればよいのです。私はあなた方のことを思って言っておりますのに。相変わらず情緒不安定ですね。メルが精霊だからなのでしょうか。物事を分別する基準が私たちとずれているというか。スコール、改まって俺に話って一体何だ？他でもない、メルのことだ。ああ、あいつか。封印が解けたばかりの頃に比べると少しはまともになってきてたが、まだまだ危なっかしいよな。殺して蘇らせて友達になってもらうなどと無茶を言っていた頃よりはまともといえばまともか。そういえばお前は随分とメルに目をかけてるよな。あ、いや逆か。なんていうか、さっきもそうだったけど人一倍警戒してる。見抜いていたか。さすが私が見込んだ男だ。ならばなおのこと、これ以上隠しても意味がないな。隠しても？何か重大なことが。率直に言おう。かつてメルを封印したのはこの私だ。ああ、なんだそんなこと。昔の話だ。メルがいたずらばかりで民を困らせていた頃ってどこに行く。ああ、嫌だ、聞きたくない。聞いたら何か面倒なことに巻き込まれるから。察しがいいな。実はそうなんだ、かつてのメルは。だから聞きたくないって言ってんだろ。この巣場、メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。この巣場、リアちゃんもエリカちゃんもきっとまだ練習してるんだろうな。せっかくの新曲、本当は僕が一番頑張らなくちゃいけないのに。こんなのあんまりだよ。そして最後の決めポーズ、キラ。どうかしら、これが私たちの新曲よ。素晴らしい、文句なしのかっこよさですよ。今までの曲から雰囲気もガラッと変わって、まさにアクセルハーツの新境地と呼ぶにふさわしいな。ええ、私もすごく気に入ったわ。この振り付けなら二人で披露しても十分じゃない？いや、シエロがいれば曲の良さが何十倍も引き立つはず。それに可愛さは何百倍にも引き立つのに。シエロが帰ってこないことにはお披露目もできないか。カズマ、何かいい方法は？おい、カズマ。ああ、大変な話を聞いてしまった。かつてメルを封印したのはこの私だ。メルのいたずらに困っていると人々から相談を受けてな。いたずらぐらいで封印なんて、なんかかわいそうな気も。普通であればな。だがメルの本性は精霊。所詮人間とは根本的な考え方が違う。そして度を超えた時のメルの強大な力は脅威だ。
お前も身をもって知っているだろう。それはまあわかるけど、取り返しのつかないことになる前に再び封印を施すべきかもしれん。その時はぜひともカズマにも協力を。待て待て、その結論は早すぎだろう。見てればわかるけど、あいつも悪気があるわけじゃないし、いたずらも少しはマシにはなってきてる。被害が出てからじゃ遅いってお前の気持ちもわかるけどさ、俺やお前があいつのそばについてる間はなんとかなるだろう。今はシエロのことも心配だし、メルのことを考えるのはその後でもいいだろうな。わかった、カズマの言う通りにしよう。しかしまさかスコールがな。昔のメルはよっぽどひどいいたずらをしたんだろうな。ちょっとカズマさん、聞いてるの？あのムキムキからシエロを助ける方法を考えてほしいんですけど。おお、悪い。そうだ、スコールとメルのことも気になるけど、今はシエロのことが先決だ。なあカズマ、私から一つ提案があるのだが、シエロがアクセルハーツを続けられるよう署名を集めてはどうだろうか。貴族は民のためにあるもの。ロイエンタール殿も民の声を無下にはできないはずだ。なるほど、悪くない案だ。うまくいけばシエロも踊り子を続けられるかも。私も手伝いますよ。コーマの里のみんなにも頼んでおきます。私もメルや他のみんなにも手伝ってもらいましょうよ。みんな本当にありがとう。私たちも署名を。いや、お前たちは新曲の練習をしておけ。シエロがいつ戻ってきてもいいようにな。カズマ、ありがとう。うんと特訓して可愛さ1000倍まで高めとくからね。ああ、それじゃあ俺たちは明日から行動開始だ。カオノスバー、陶器碑の名役に基づき、今こそここに何時の名を示せ。腕が勝手に沈まれ、右腕、我が意志に反して腕を取るのはやめろ。と、これでいいかい？ありがとうございます。二人とも何やってるの？署名。いえ、死の名役です。アクセルハーツの自由のため、我らが同胞となり、この枠内に何時の名を記すがよい。よくわからないけど、アクセルハーツのためなのよね。普通に署名を集めればいいのに。はい、そこの観光客の方、この署名用紙とアクシズ教の入信書両方にサインしないと、いたずらされたって大声で叫ぶわよ。署名用紙だけで勘弁してください。さすがね、セシリー、私も負けてられないわ。アルカンレティアのアクシズ教徒の皆さん、水の女神が命じます。今すぐこの紙に署名しなさい。ふざけるな。青髪だからって証拠にもなく、女神様の名を語るな。署名だ？押しかけて署名を求めるなんて、インチキ商品の訪問販売かうさんくさい宗教の勧誘と相場が決まってるんだよ。自分たちの日頃の行いを棚上げにして、よくもまああんな口が叩けるな。青髪の連れの金髪女、よく見たらエリス教徒じゃないか。この町から追い出そうぜ。帰れ帰れ。痛い、石鹸を投げるな。やめろ。女神なのに。署名お願いしますわ。皆様、仲間を救うためにぜひとも署名を。今戻ったぞ。署名の収集は順調か？ああ、今もメルが一生懸命集めている。いたずらも控えているようだ。仲間思いなところがあるじゃないか。大したもんだ。
スコールも多少は気が変わったんじゃないか。あのような姿を見せられて心が動かないといえば嘘になる。とはいえ、今しばらく観察は続けるがな。それよりカズマ、そっちの調子はどうだ？順調だよ。エルロードにコーマの里にアルカンレティア、別れた甲斐もあって署名はどんどん増えてるぞ。それはよかった。シエロの父親も考え直してくれればいいな。いや、そう簡単にはいかないだろう。もう一つくらい決め手があるといいんだが、貴族のおっさんがグーの音も出なくなるような。そうだ、いいこと思いついたぞ。クルシュバ、キャラエピソードとこのスバス